敗者復活戦とは、一度は、競技に敗れた競技者、チームを再度戦わせ、その一部を次回戦闘へ進出させるために行う、競技システムのことである。英語では、デペチャージ、または、コンソレーションと呼ぶ。主に一発勝負型のトーナメント方式の大会で、用いられる。これは、トーナメント方式の場合は、運の要素が強く、敗者は、 実力的に劣っているかどうか分かりにくいためであると思われる。対照的に、総当たりリーグ戦ではほとんど用いられないが、これは、敗者は実力的に劣っていることが明白で、敗者を復活させることに意義がない、あるいは理解が得られないためであると思われる。スポーツ競技のほかクイズなど、スポーツ以外の競技や、料理、演芸などの技能コンペ形式のテレビの、 バラエティ番組で実施されることも多く見られる。その際には、主にスポーツ競技で使用される、ワイルドカードという言葉が使用される場合がある。なお、放棄試合など不正、問題行為による失格の場合、敗者復活戦への出場も禁止される場合もある。敗者復活戦が採用されている競技としては、柔道が有名で、主に世界大会で用いられている。 2009年8月の世界選手権より、前の敗者復活戦は、ベスト4の選手に直接対決で敗れた選手を、ブロックごとに組み合わせて行う。まず、1回戦の敗者と2回戦の敗者、続いてその勝者と3回戦の敗者が対戦する、ステップラダー方式により、勝者が敗者復活最終戦に進出。敗者復活最終戦は、プールごとに行われ、 各ブロック敗者復活戦の勝者同士が対戦し、その勝者は3位決定戦に進出。3位決定戦では、敗者復活最終戦勝者と別ブロックの準決勝敗者が対戦し、勝者は3位、敗者は5位となる。2009年8月の世界選手権以降、敗者復活の権利があるのは準々決勝以降、敗れた選手に限定されるようになった。同じ、 ブロックの準々決勝敗退選手同士が敗者復活戦を行い、その勝者は3位決定戦に進出。3位決定戦では敗者復活戦勝者と別ブロックの準決勝敗者が対戦し、勝者は3位、敗者は5位となる。なお、新級ともに、制度上、準決勝に進出した選手が3位になれず、その選手に直接対決で敗れて、 敗者復活戦に回った選手が3位になる可能性がある。全国高等学校野球選手権大会の前身である全国中等学校優勝野球大会の1916年1917年で導入された。これは現在のような都道府県の代表ではなくブロックごとの代表が本大会に進出する仕組みであったため参加校が少ない上トーナメントの勝ち上がりに 波数が生じるためであった。第2回は12チームが進出し、2回戦への勝ち上がりは6チームとなるが、こうなると準決勝進出が3チームで、波数が発生する。そこで1回戦の成績を参考として敗れた6、チーム中成績の良かった、中学秋吉と鳥取中の2チームを敗者復活とみなして、準々決勝で対戦し、 そこで勝ったチームが準決勝に進むという形だった。この敗者復活で、鳥取中学が準決勝に進んだが、準決勝で敗退している。第3回もやはり12チームで行ったが、敗者復活の対象は4チームとなり、愛知一中、明城省、長崎中、和歌山中がそれに駒を進め、敗者復活戦を優勝した愛知一中が、決勝戦まで勝ち進んで優勝を勝ち取ったが、 一度、負けた学校が優勝したことで不公平だとの声が上がり、これを限りに、敗者復活戦は廃止されてしまった。なお、春と秋の一部の県大会では、現在も敗者復活戦が行われている。1976年の第25回、全日本大学野球選手権大会では、準決勝敗退2校から敗者復活戦を実施し、 準決勝で敗退した東海大学が勝ち上がって優勝した。この方式はその年限りで廃止された。都市対抗野球大会の各地予選では敗者復活併用のトーナメントで代表チームを決める地区が多い。1936年の第1回職業野球全日本選手権大会で東京、名古屋の大会で敗者復活付きのトーナメントを開催したことがあった。 ソフトボールのプレーオフでは通常の勝ち抜け方式にプラスして敗者復活戦の要素を組み合わせたページシステム式トーナメントがある。将棋ではプロ将棋界の8つのタイトル戦のうち竜王戦の竜王ランキング戦と棋王戦に敗者復活戦が存在する。一組では決勝に進めなかったものはすべて敗者復活に回る。2組から6組では優勝者、 1> 各1名と2組の準優勝者だけが本戦出場する。しかし、上の組に昇級する3位を決める昇級者、決定戦が行われる。詳細は、竜王戦を参照。ちなみに、敗者復活から挑戦権を得た代表例としては、2008年の竜王戦で一組超位の、ハブヨシハルが竜王挑戦者となったことが挙げられる。また、 敗者復活から昇級をした代表例としては、橋本貴則が2006年までに全て昇級者、決定戦で5年連続で1組まで昇級したことが挙げられる。本戦トーナメントでベスト4に入ると、以降は1敗までならば挑戦権を得られる。2敗、失格システムとなっている。まずは、暫定準決勝で敗れた2名が戦い、勝った方が、 暫定決勝で敗れた1名と戦い、これに勝った方が敗者復活勝ち上がりとなる。敗者復活を勝ち上がった騎士が暫定1位の騎士と変則2番勝負を行い、暫定1位の騎士は1勝だけすれば挑戦者となり、敗者復活の騎士は2連勝すれば挑戦者となる。かつては決勝は2番勝負でなかったが、本戦側の挑戦者決定戦進出者に、 敗者復活の権利がないのは不公平との声があり、1990年代に敗者復活トーナメント側の優勝者は挑戦者、決定戦で日勝しなければならないように制度が改正された。テレビ番組でも用いられることは珍しくない。特にかつては多く制作されていた視聴者参加型のクイズ番組では、比較的古くから敗者復活システムが存在していた。 ただ、このシステムが一般に広く認知されるようになったのは、日本テレビ系のアメリカ横断ウルトラクイズが、廃車復活システムを代々的に取り入れ、復活者に、廃車復活と書かれた目立つタスキや鉢巻を着用させたことからである。同番組での廃車復活戦は主に残り人数が多い序盤戦に行われることが多く、一部の回を除き、各回数度ずつ、 敗者復活戦が行われていた。同番組では敗者復活者が優勝したことも数度あった。現在ではクイズ番組だけでなく M-1 グランプリや R-1 グランプリなどの演芸技能コンペ形式のイベント番組でも取り入れられている。レスリングやテコンドーでは決勝に進出した選手に敗れた選手が敗者復活戦に進む。 ビーチバレー JBV ツアーでは導入されている。オリンピックの自転車競技などの競輪では1回、先輩者復活戦がある。オールスター競輪ではかつて、敗者復活戦を導入していた年もあった。オートレースの GII サザンカカップは2006年の東西対抗戦で、敗者復活戦を導入した。競馬、スキーワールドカップのようなシーズンを通しての、 競技体系が確立されているスポーツの場合、際立って強い存在が登場しても、前哨戦での負傷や参加資格の都合などの事情から最も重要な競技大会や競争に参加できなかったり、参加資格や年齢制限の問題の場合には、最強クラスのものがいわゆる、裏街道の路線を歩まざるを得ず、時にはそちら側で連戦連勝の状況となることも見受けられる。また、 オリンピックなどでも同様の問題により直近の前哨戦となる世界クラスの国際大会の優勝者が不参加となることが見られる。このような場合、本来は世界最高や世代最強などの存在を決するべき位置づけである大きな競技大会やレースがその最強と目される存在に敗れた者たち同士を中心軸としたある意味で主役不在の実質的には ナンバー2を決める戦高いとみなされてしまい、戦前から盛り上がりに欠けてしまうことが見られる。このような状況を指して、主にマスコミなどが、野裕的に、敗者復活戦と表現することがある。このパターンで、敗者復活戦という言葉が使用がされたケースとして、以下のようなケースが知られている。中央競馬のクラシック競争に、当時の規則が壁となって出走できなかった持ち込め馬。 マルゼンスキーの前に霞んでしまった1977年クラシック3巻路線、同じく地方競馬に最初入球したためにクラシック登録がなかったことからクラシック競争に出走できずクラシックの裏側で連勝街道を歩んだオグリキャップの影に泣いた1988年クラシック3巻路線などで敗者復活戦という表現がスポーツ新聞などで用いられた。 ありがとうございます。